クーパー伯爵は、かつて存在した、イギリスの伯爵位。第三代順弾爵、ウィリアム・クーパーが1718年に、グレートブリテン貴族として除されたが、1905年に、廃絶した。初代伯、ウィリアム・クーパー・クーパー家の僧ウィリアム・クーパーは1642年に、イングランド順弾爵くらいの順弾爵に除された。その孫の三代順断爵、ウィリアムは、 ハートフォード選挙区選出の庶民委員議員を務めた後、ホイック党の有力な政治家として、国事証書や、グレートブリテン王国初代大法官といった兼職を、歴任した。彼は、父から順断借を承継した、翌月の1706年12月14日に、イングランド貴族として、ケント州、ビンガムのクーパー断借に除された。ウィリアムは1718年3月20日に、 グレートブリテン貴族として、クーパー伯爵に少女するとともに、合わせて、ケント州における、フォーニッチ施爵を授けられている。この二つのグレートブリテン爵位には、初代伯の弟、スペンザーの男系子孫にも相続を認める、特別継承権が付与されていた。その息子である二大伯ウィリアムは1762年に、母の兄弟が死去すると、母方のせいである。 クレーバーリングをそのせいに付け加えた。彼の後は、一人息子のヘンリーが借位を相続した。三大白ヘンリーは、母がオラニエ・ナッサウ家出身であった縁から、1778年1月31日に、新生ローマ帝国貴族として、ナッソウ・ドーバーカーク公爵に助手された。さらに1785年には、英国王・ジョージ三世よりこの借位を、 英国で名乗ることを認める直書を得ている。その子である四大白ジョージが若くして男子なく死去したため、一連の爵位は彼の弟ピーター及びその男系子孫へと継承された。六大白ジョージは保育党の政治家で外務政務次官や検討州党官を務めた。彼が1856年に死去すると、長男のフランシスが爵位を相続した。 七大北フランシスは自由党の有力な政治家で、騎乗営死体隊長、数密顧問官及びアイルランド総督といった要職を務めた。彼は母方のバトラー家がかつて保持したバトラー男爵及びディンゴール卿の爵位を回復した他、ほか、1871年には母から古いイングランド貴族爵位のルーカス男爵を承継した。しかしフランシスには男子がなかったため、 クーパー伯爵を含む3つのイギリス爵位と、新生ローマ帝国爵位のナッソード・オーバーカーク、公爵位は廃絶した。一方で、バトラー断爵位は、彼の姉妹間で優劣がつかなかったため停止状態となったほか、ディンゴール卿クライト・ルーカス断爵位に関しては1907年に、東園のオベロン・ハーバートへの継承が確定した。五ピーター・クーパー三伯の母ヘンリエッタは、 オラニエナッサウケ出身の初代グランサム伯爵ヘンリー、ドナッソー・ドーバーカークの娘だった。ありがとうございます。